皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回はマインクラフト続きやっていきたいと思います。前回ね、奥に見えるように家畜小屋というか農場とかできたので、今回もねまた違うものを作っていきたいなと思います。で、今回作りたいものっていうところなんですけど、まあエンチャント台をねそろそろ作りたいなと。やっぱ探索とか、まあ装備とかね整えたいなというところがありますので、そこをねやっていこうかなと思います。で、まあそれに当たってなんだけど、まあただね作るだけでも面白くないんで、この区画を使って、新しい場所を作りながらという感じでいこうかな。まあ何ができるかはね、ちょっとお楽しみしていただければと思います。できるだけ眺めを考慮してっていうところかな。で、今回もね結構整地とかする感じかな。で、現在の状況を話しすると、作るために持ってるのが、まあエンチャントテーブル前回作ったんだよね。で、本、サトウキビ、草、あ、草と皮紙で、多分ねまず紙作りから必要なんで、まあ、今手持ちで言うと69個分作れると。で、本を作るのにまた皮もいるんで、牛も育てないといけないんだよね、なんだかんだね。で、牛育てたと思ったら次は本棚がいるんで、これが何を使うんだっけ、ダークオーク、ま、の板材を使うということなんで、まあダークオークもちょっと探さないといけないなと。多くあるんだけど、ダークオーク持ってないんでね、ちょっとそのあたりを探しに行ったりとか、していきたいなと思います。なんでね、ちょっと行き当たりばったりで素材を集めつつというところかな。よし、じゃあ行きましょう。ダークオークじゃないといけないのかな？そこだけちょっと気になるけどね。ダークオーク、まだ未だに見つけれてないような気がするからね。ちょっとサトウキビは預けとこっか。いやー結構大変な旅になるんじゃないかなとは思ってる。よし行こう。あ、馬ちゃんの方がいいかな。でも馬ちゃん意外としんどいんだよなまあちょっとしんどくなったら現地調達みたいなね、感じにしたいなと思います。じゃあ行こう行こう。なんか見えてきたね。あれ、なんか昔探索した時に見たやつか。あれ敵のあれだよね、基地だよね。なんかそんな記憶ある。あ、ちょっと待って、あそこなんかすげえのある。また多分バレたらめんどくさそうだな。いやーこれ俺装備ねー裸ないよこれ戦えんな。クロスボウで多分めった打ちにされるからね。で、ここの奈落に落ちて終わる未来が見える。あ、なんだかんだあれダークウッドじゃない、言うて。ぽい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 。ダークオーク。ああ、どうでしょう。まあ、素材もね、取れるやつは取っておいた方がいいからね。新しいレシピ来た。逃避。やめい。急に攻撃はやめ。防具ないかな。逃避なんだ。あ、村だ。おお、ちゃんとしてるじゃんちゃんとしてるって言っていいのかわかんないけど、いいね。あー、しかもあっち基地がある。あ、結構広いぞ。いいね。じゃあちょっとアイテムいただきますか。だから、どうだい？めっちゃ振られるんやけど。
だね。この気まぐれすぎるやろ。3個はダメか。まあいいや、餌に免じてやろう。わあ、パンとじゃがいもだけ。あ、そうだね、そこで終わりだから、これで、そっか、この村は終了か。あ、お、なんかぽいの見つけた。あれ、あれはさすがにダークオークか。見てみよう。ほうき火取って、あー、ぽいよねー。ぽい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 。待ってね。ね、アイテムがね、アイテムがね、いっぱいすぎてね。とりあえず壊そう。あー、取るもの多すぎてね、結果こうなるっていうね。さ、ダークオーク、よし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 。はい、一旦アイテム整理しました。まあ、こんな感じかな。ゲットション大体木材とかが多いけどね。お、15揃った。じゃあ一気に作りましょう。ほい、はい、本棚15完成。ということで、一旦預けておいて、まあ、これで足りましたよっていう状況だね。まあ、チーズもちょっと作るのありだな。ということで、次は、場所ですね。場所の準備をしたいなと思います。で、まあ、普通にね、作ってもあれなので、ちょっといろいろ考えてることはあるので、まずは、で、1からかな、うん。よし、土台完成でーす。とりあえずね、土台ができた。で、あとはここに建物を建てるって感じかな。で、エンチャント台が使えるように作るんで、まあ、本も準備できてるし、あとは、側の準備をしていきたいなと思います。間に合うかな。いやー、なかなかね、作るの大変なんだよね。おー、これはいけるんだ。面白い。
おお、いい感じ、いい感じ。よし、これで、土台できた。土台できたけどめっちゃ広いな。めちゃくちゃ広いよね。めちゃくちゃ広いよね。まあまあまあ、いいか。次は窓っぽくしたいよね。でもお寺のやつって結構形が特殊だからね。これぐらい思いっきりぶち開けてもいいね。はいはい、こんな感じ。うん、だいぶ開けた感じはするね。よし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 。それっぽくなりそう。よし、そしたら、あ、違う、おお、ぽい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 。あ、でも結構こうやって見ると立派なのできてるね。結構素材厚めで疲れてる感じはあるけど、あれ見ると達成感めちゃくちゃあるな。これで爆破なんてされた日にゃねえ。ほんと爆破なんてされた日には強音だよ、単純に。で、やりたいのが、こういうやつ。一応ね、正面から見た感じだとこんな感じらしい。結構色深いね。まあまあ、でも人として見る分にはいいか。
こうか。とりあえず同じように作るか。あーで一段ずつ行けば、おー、これを重厚感。やってみようか。おお、ちょっと奥行き出たね。悪くはないね。あ。柱としてなんか欲しい感じかなると、ここだ。いやー、柱として欲しいけど、あれだな、なんか見栄えが悪いな。多分左右対称じゃないからだろう。こうだね。とどめた方が、うん、良さそう。よし、だいぶ幅になってきたね。よしよし。そしたらここだね。ここにも同じように門って感じの、あの屋根のやつを出そうかな。それを作らないと正面がね、締まりが悪いんでね。でどこ置けるかな。あー、ここ置ける。止まった。これ頭の方が良かったかな。こういうね、段差にしたいから、階段だな。ちなみにこれ階段をさ、あー、いい感じ、いい感じになるね。
おお、ぽいぽいぽい。よし、じゃあちょっと晴れにしてたらやれろかな。で、あの下の階段を伸ばすといい感じか。伸ばしてみようか。おー、なかなかいい感じになってきた。ただこれだとちょっとあれだから、ここ柱欲しいね。うん、いい感じ。はい、ということでお待たせしました。やっとレイのものが完成しました。まあ、エンチャント台を置く場所を作りたいということで作ったんですけど、まあまあ、とりあえずね、見てもらって、から説明をしていきたいなと思います。それではどうぞ。あんな感じです。結構しっかりしたんできたでしょ。ちょっと近くでね、また見てみたいと思います。じゃ、移動しましょう。あとね、いろいろまあ変わってるところもありまして、まずこの橋。ちょっとね、土はみ出してて見栄えが良くなかったんで、葉っぱを置きました。これだけのだいぶ雰囲気変わるね。で、この緑の色がさ、結構濃いのがいい感じで、向こうまでちゃんと敷き詰めています。いいでしょ。で、ここ。新しくできたところだね。まあ、橋渡っていくと、階段があります。階段の先には、神社と。そう、エンチャントはね、結構お祈り要素強いかなと思ってさ。結構お祈りじゃん。どうやってもお祈りなんで、まあ、そのお祈りとかけて、神社にしてます。でね、階段を登っていくとね、こんな感じで。結構頑張ったよ。今ある木材でね、頭皮ダークウッドとか、いろいろ使って。
で、まあこっちですね。で、ここで一応切れてるんだけど、この先もまた今後作る予定です。ちょっとね、周りをぐるっと。で、ランタンも作れたんで、ランタンも置いて、入り口はこんな感じで閉じてます。ちゃんとね、葉っぱも置いといてね。で、ランタンをね、こんな感じで吊るして、ホッパーと吊るしてだね。売ってます。後ろは相変わらず眺めがいいと。お、イルカがいるね。いいね。で、こんな感じでぐるーっと回れます。あ、結構頑張ったよ。あ、ここ、ちょっと足りないね。じゃあ、中入ってみましょうか。中はね、結構シンプルでね、こんな感じで、開くと、エンチャント台と、お台がね、あります。で、まあ、これ、こっちは使い方わかんないんだけど、偶数になっちゃってるの、奇数じゃなくて。なんで、並び的にいい感じにするために、本を囲って、エンチャント台があるというふうにしてます。で、ランタンもね、こんな感じで、ちゃんと吊るしてるんで、明るさの確保もしつつ、問題なくいけるんじゃないかなと。で、試しに。効率強化。全部効率強化だね。まあ、こんな感じで、作れるようになったんで、まあ、これにてエンチャント台は完了というところです。いやー、なかなかね、大変だったよ。で、そうだね、制作の時間としては、今回ね、2日ぐらいでできた。素材集めがちょっと大変だっただけで、使うもの決めたりとかね、事前にリアルで、神社行ってきました。行って、あ、こんな感じかと思ってさ、まじまじ見るのなんもなかったからさ、こういう風に台もなってるよねとかね。まあ、雰囲気が出るように、色の濃いものを使ったりという感じだね。あとはね、多分こっち見えんのかな。あそこもね、一応、ちゃんとしっかり凹んでて、見栄えが良くしてます。どっかいい感じのところないかな。あとは、まあ、こっからね、こうやって眺めがいいようにはね、やってるんでね、だいぶ凝ったなぁ。いやぁ、いい感じにできたよ。はい。ということで、ちょっと画面待ってね。こうか。はい。ということで、無事、エンチャント台の作成完了ということで、今回ここまでにしたいと思います。まあ、次回は、そうだね。新しいバイオームを探したいなっていうのもあるし、まあ、そろそろネザーとか、やっていきたいかな。ちょっとね、素材を集めていろいろ作らないと、レシピがそもそもなかったりするんで、まあ、レシピの発掘もしたいし、そのあたりは頑張ってやっていきたいなと思います。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。まだまだ他にもいろんなゲーム、動画投稿、解説やってますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。